1993年イギリスグランプリは、1993年 F1 世界選手権第9戦として、1993年7月11日にシルバーストンサーキットで開催された。ウィリアムズ勢2台が終始激しいポールポジション争いを展開する。一時はアランプロストを上回り、初の母国 GP ポールかと思われたデーモンヒルであったが、土壇場で、 プロストが逆転でポールを奪う。PP のプロストがスタートを失敗し、フロントローのヒルがトップに躍り出る。プロストはセナにまで先行を許し、序盤は両者の激しい攻防となる。プロストがようやくセナを仕留めると、今度はシューマッハがセナをパスする。その間にリードを築いていたヒルであったが、1回目のピットストップでその差は縮まっていく。その折、ルカバドエルが グリーン上でマシントラブルでストップするとこれに対してセーフティーカーが出動する。レース再開後、地元での初優勝を飾るべく鬼神の勢いで再びプロストを突き放さんとしていたヒルであったが、その矢先にエンジンブローに見舞われて失意のリタイア。どうせずトップに踊り出たプロストはこのままチェッカーを受け通算50勝目を達成する。セナは3位走行中に ガスケに見舞われて、チェッカー目前でマシンを降りる。ありがとうございます。